どうもエルザです。それではウィッチャー3やっていきたいと思います。前回ベースミルがねなくなってからというもののちょっと思った、ちょっと気になったんだけど、エスケル何を思い出してるんだ。ベゼミルのいないケイア・モルヘンなど想像できない。すぐに谷を降りる。来年の冬を過ごす場所を探すんだ。ああ、いや、ここにはいたくないってことだよね。気持ちはわかる。気持ちはわかる。ローマークで運を試してみようかな。戦争の時は仕事も多い。まあ、なんとかなるさ。また会う日まで。またな、白狼。そうか。まあ、残すっていうのもね、いろいろ考えないといけないんだけどね。やめてくれ。私もあの子の保護者のつもりだし、年寄りの役目は若い者を助けることさ。お前の戦いはこれで終わりではないだろう。分かってる。何を目指すにせよ、スケリッジにはお前に手を貸す者がたくさんいることを忘れるな。私もクラフもその子供たちも。覚えておく。ありがとう。覚えておくよ。もう一度怪我人の様子を見たらすぐ出発する。薬をいくつか置いていこう。元気でな、エルミオン。また会おう。さあ、レッソ。厳しい戦いだった。上々だ。力添えに感謝してる。気にするな。これからどうするんだ。これからどうするんだ。東へ向かって山を越えようかと。その後のことはその後考えるさ。さらばだ。さあ、ロッシュたちは少しは落ち着いたか。壮絶な戦いだったな。今でもまだ信じられないわ。助けてくれてありがとう。ありがとう。俺のために命がけで戦ってくれて感謝してる。あの子を大事にしないよ。守ってあげて。これからどうする。ノービグラドに向かって次の戦場で戦う。会いたくなったら野営地に来てよ。さあ、あれ、なんかいい感じ。俺とシリのためにいろいろとありがとう。正直に言っていい？何が起きるか分かってたらここに近寄ることすらしなかったわ。お役に立てて光栄だけど、ランバートが回復したらすぐ立つわ。一緒に行くのか。一緒に行くのか。思いついたことがあって、ウィッチャーの力がいるの。彼が協力してくれるって。うまくいくといいな。本当にありがとう。これで貸し借りなし。いや、貸し多いけどな。さあ、やるまる。いや、ベセミルは本当に残念だった。気の毒に。協力に感謝する。借りを返しただけだ。まっすぐスケリッジに戻るのか。まっすぐスケリッジに戻るのか。急がなければ黒の軍団は待ってくれないからな。いつでも頼ってこい。助けてやる。分かってる。ありがとう。さあ、あとはゾルタン。見舞いに来たのか。ありがとな。大したことない。よかった。ベセミルのことは悔やみきれない。お前は親しかったろ。ああ、いい友人だった。聞いてくれ。俺は全然関係ないことだし、首を突っ込むのは筋違いだが、いつでも力になってやる。だから誤解しないでほしいんだが、俺は反撃するべきだと思うぞ。ワイルドハントとエレディンを見つけ出して、メウシを見つけたオウシみたいに襲いかかるんだ。人数が少なすぎる。こっちの頭数が少なすぎる。ワイルドハントの襲撃を撃退できたのも奇跡でしかない。こんな幸運は続かないだろう。悪いがゲラルト、そりゃ仲間を失って立ち直れそうにない男のたわごとだ。
酒を飲んだり眠って忘れたり何でもいいから気持ちを落ち着けてしっかり考えてみようぜ。そうするよゾルタン。まあ確かにちょっとゲラルドらしい選択ではなかったね。まあ多分最後だね。あなたの教えはいつまでも忘れない。そしてあなたの犠牲を無駄にはしない。さあハーバラックのもとへ。いやね、ベスミルトの設定はそんな少ないんだけど、やっぱここまで話をしてるとね。ジルエーの力を持っているのに、なぜ誰もその力を制御することを教えなかったんだ。教えようとした人がいた。効果はなかったようだな。このことでコール。ちゃんと話せてなかったな。助けてくれて感謝している。シリのことも。礼は後でいい。今は彼女を隠すのが先決だ。それから戦力を強化しよう。私たちが頼れる人はみんなケイアモルヘンに来ていたわ。だったら敵の力を借りるしかないわね。ワイルドハントの攻撃を防ぐには魔法の力が一番よ。女魔術師が必要だわ。魔法の熟練者たちが。女魔術師会のこと？女魔術師会は壊滅状態だ。多くは死に、残りもどこかに隠れている。フィリパ、マルガリータ、それからフリンギラは生き残ってる可能性が高いわ。フランチェスカとアイダもね。協力してくれるかしら。説得はできると思うわ。キーラだけの方がいい？それが一番かもね。他に方法はなさそうだな。女魔術師会は信用できないが、他に方法はなさそうだな。その通りよ。皇帝と協定を結んだの。女魔術師会が協力すれば特赦が与えられることになっている。交渉の切り札になるでしょ。トリス、すぐに出発して女魔術師たちを探しに行くわ。手伝ってくれる？もちろん。最初に行くところも分かってる。もうまた私の意見も聞かずに話を進めてる。もう我慢できない。物みたいにたらい回しにされるのは嫌。じっと座ってるのも嫌。待つのも隠れるのももううんざり。そうだな。そうだな。自分の身ぐらいは守れることは分かった。希望的なことで励ますのは簡単だ。現実を直視することに比べればな。ジルエアエルは自分で制御できない強大な力を持っている。自身も周りも危険にさらす力だ。制御できるようになるまで隔離するべきだ。まずはクソくらいと言っておく。それから私に命令したいならゲラルトを通さず直接言って。もういい。もういいか。あの子のところへ行く。追った方がいいな。彼女には時間が必要だ。悲しみを消化できるまで待ってやれ。その後すぐに訓練を始めよう。あの力を制御することを学ばせるのに。本当に訓練が必要なのか。何が起こったか見たでしょ。あの子はワイルドハント以上の脅威になりかねない。分かった。俺たちはもう少しここにいる。その後ノビグラドで合流しよう。ダンデリオンの酒場だ。行くわよイエネファ。出発は早い方がいい。じゃあな。さあ数日後。いやケイアモルヘもボロボロやろね。できない。わかるでしょ。たった8回で諦めるのかジルエアエル。何回やればいいの。できるまでだ。できっこない。
また後にしよう。最初に試練に挑戦した時もうまくいかなかったな。ゲラルト今は無理。これに比べたら試練なんてお遊びみたいなもの。でもそういう問題じゃない。じゃあなんだ。アバラックは戦いのことを考えている限りうまくいかないって。でも今子猫とかバニラプリンで頭をいっぱいになんかできない。教えて、どうやるの。何をだ。何が起きても冷静で集中していられる方法。やる気が出る方法がある、うん、古典的な方法がある。ベスミルに教わったんだ。ベスミルはバーミンに教わったらしい。山で毒人参の汁を飲ませるつもり。スケリッチのドルイドたちが何世紀も使ってきた。必ず効く。ちょっと、許さないから。雪合戦まさかの。おい、ずるい。おお、ずるいずるいずるい。見てろよ。当てられる。あ、はいはい。マジか。おい、いいもういい。いやいや、卑怯卑怯卑怯。あ、取らないといけないのか。ちゃんとね。よしよし。うい。ん？取れてない？おろ、投げれない。なぜだ、投げれないよ。あ、投げれそう。どこ、そこ。うい、あ、当たんね。あーもう。おー、危ない。当たんねー、意外と。おい、そう、雪は雪。お遊びは終わりだ。よしよし。さあ、シリガン投げたのも避けないといけないんだね。さあ、当てる。いや、いや、意外と避けた判定にならないのか、あれ。ういー、避けたことにならない。あれ？それダメ？ちょっと下気味。いい、当たんねー。どういうことや？いで。おお、危な。避けるというより当たりやな。いい。さあ、あと何回？いや、まさかね、こういう展開になるとは思いもしなかったけど。またベセミルとかもこういうことしちゃったってことだよね。あ、ないないない、あーもうまあやってる俺も面白いんだけどね、これね。お遊びは終わりだ。よし、あと一発。まあ、
大人げなくね。ああ、意外と飛んでく。あ、ないないない。雪だるまがない。雪だま、雪だま。おい、低め。ああ、意外と。お、当たった。ははははは。言ってた通り、すごい効き目。ありがとう。役に立ててよかった。さて、どうする？親愛なる賢者様を探しに行ってくる。まあね、やっぱ親子だね。ゲラルト、ゲラルト、起きて。なんだ、何かあったのか。起きて、行かないと。もう馬の準備はしてあるよ。シリ、まだ明け方だぞ。どこに行くんだ。ベレン、ハゲ山よ。魔女の集会までもう日がない。集会の主賓、誰だと思う？ああ、ぜひ教えてくれ。知らん。教えてくれ。イムレリス、あいつを殺す絶好のチャンスだ。どうしたんだ？一体何があった？ベセミルの仇を討つの。魔女の集会、絶好のチャンスよ。イムレリスは酔って、仲間とお祭り騒ぎをしているはず。襲撃されるとは思ってない。どうやって知ったんだ？どこで聞いた？イムレリスとか魔女の集会とか。アバラックが追っ手について教えてくれたの。情報はそれ自体が局面を左右するって。早く移動しながら話しましょう。分かった、ベレンだな。行こう。まあね、結構シリーかくまわれてたり逃げてたりが多かったからね。ちょっとできるだけ希望を叶えてあげる方向で行こうかな。準備はいい？行こう。いや、あんまりね、皇帝のところに連れて行く気もしないからね。戦士たちが傷の手当てをし、戦死者を悼む中、シリは復讐を決意する。ある晩、彼女はゲラルトを起こし、一緒にベレンへ来てほしいと頼んだ。ハゲ山の頂上にイムレリスがいることを知っていたのだ。彼女は彼を倒すことを心に決めていた。さあ、久しぶりのベレンだね。でも船をわざわざ漕いで、あれ、萩山ってなんか昔話出てなかったっけ？魔女がいるみたいな話か。なんかそういう話があったところだった気がするけど。ということは、あれか、昔出てたあの気持ち悪い3人の魔女とかいるのかな。いや、まさか今更会うことないか。クローパーチの人たちがここのことを話してた。アードセルビン、森の貴婦人たちの住む地。村人は恐れて近寄らない。森の貴婦人たちは子供を脅すための作り話だと男爵は言ってたけど、そういえば彼はどうしてるかしら。お子供ではなくなって首を吊った。娘はノビグラドだ。そうだったんだ。どうしてイムレリスはそこにいると。本当にここでイムレリスを見つけられるのか。アバラクから聞いたの。この世界にはアインエレのエルフと交流がある存在がたくさんいる。ベレンではヨーバがそうらしい。イムレリスはエレディンの命令でヨーバたちにベレン周辺を警戒するように伝えに来たらしいの。アバラクがベレンの隠れ家に来るかもしれないからね。あの耳の数からするに命令には忠実だな。イムレリスはまだいると思うか。彼は俗な楽しみに目がないの。ワインとか女とか。ヨーバたちはきっと盛大に歓迎するだろうから素通りするはずない。魔女の集会のためにハゲ山にいるはず。
そうか。ああ、じゃあ本当あの妖婆たちを始末しに行く感じかな。ついでにね。ここに詳しいのか。昔ここはドルイドたちの聖地だったの。でも妖婆たちが来てベレンのドルイド会を滅ぼして山頂の聖なるカシノキを怪我した。年に一度共演が開かれるの。その集まりは魔女の集会って言って、村人全員が出席するの。妖婆に招かれてイムレリスも来るはずよ。物知りだ。アバラクはいい先生なの。さあ行くぞ。終わらせよう。山頂まで行きましょう。イムレリスはそこにいるはず。さあここに来て、この夜のことを恵みの宴と呼んでる。理由はわからないけど、大量の足跡で村人の集団がここを通ったな。まあシリーと一緒に動くことが増えるか。まあ確かにね、わざわざ離れて動く必要はないからね。アバラクはイムレリスの弱点はうぬぼれだって言ってた。うぬぼれ？自分の凄さを見せつけたがるって。もう一人のカランシールは秘密主義で植物的だそうよ。アバラクの弟子なんだから当たり前よね。そう。白き者は貴婦人たちに仕えて。でもよ。構わん。でも宴席のために来たのなら追い払ってはならん。祭りに参加するわけじゃない。山の頂上へ行きたいんだ。門は閉じている。通ることはできん。あっちに人、食べ物と飲み物がたくさんある。一緒にどうだ。もしかしたら今年は貴婦人たちが降りてきてお目にかかれるかもしれんぞ。いいよ、かかむとするか。ありがたい言葉だ。喜んでご一緒しよう。いいだろう。本気なの？こちらへ。まあちょっと情報収集といきますか。そうだね、なんで門が通れないのか。門だが通ることはできないと言ったな。貴婦人に会えるのは選ばれし者だけだ。毎年3人の若い男女が山を登ることになっている。その若い男女ってもう戻ってこないんでしょ？いや、戻ってくる。だがベレンにとどまる者は稀だ。大抵広い世界に運試しに出かける。運試しか。何をしに降りてくるんだろうね。貴婦人たちが来るのか。お気に召せばな。父が話してくれた。一度あの方たちが降りてきて火から火へと歩き回り、皆の願いや不平を聞いたと。だから毎年またあの方たちが姿を現すのを待っているんだ。ではもう長く来ていないんだな。待ってるだけじゃダメってことね。ああ、頂上を目指そう。それがいいね。何のための宴席？確かにそれは気になるね。何のための宴席だ？よそ者が何で知りたいんだ？怒っても仕方ない。白き者は貴婦人たちに仕えたと聞いている。我々はあの方たちに一年中貢ぎ物をするが、年に一夜その返礼として祝福をくださる。妖婆への貢ぎ物にあった。すすり泣きながら死ぬほど怯えてる8歳ぐらいの。落ち着け。祝福と貴婦人たちの祝福とは何だ。貴婦人たちの祝福とは何だ。我々の生きる糧だ。太陽の下で汗を流して働く夏、恵みの雨が降る秋、全てが死に絶える冬、そして世界が再び生き返る春を待つ。我々の血と汗でカシノキはどんぐりを実らせる。時には少し、時にはたくさんのな。どんぐりをどうするんだ。ベレンの長老たちが集まり会議を開く。どんぐりをすりつぶして畑にまき、豊作を願おうというものや、
物知り女に渡して代わりに薬をもらおうという者もいる。ベレンのみんなに一握りの魔法のどんぐりで足りるの？足りたことなどない。でもどんぐりなんだね。なぜ子供要求するんだ？なぜヨーバどもは子供たちを欲しがる？知らないし尋ねることもない。知らないの？なら教えてあげましょう。自分のこの腹さえ満足に満たしてやれん農民が繊細孤児に何をしてやれってんだ。よそ者の法でこの土地のものを裁くでない。まあ確かに正論やね。話は変わるが、その話はもういい。他に質問がある？ないね。はい、行かなくては。急いでてね。貴婦人たちに会いたいのだな。気持ちはわかる。会いたくて仕方ないの？行こう、ゲラルト。夜明けまでに着かないと。テントにいるセクラに会うといい。貴婦人たちに会うものを選ぶのはあのばあさんだ。なるほどね。私たちは誰もがその殻をかぶって生きているのだから。カジヨコ、ちょっと修理だけさせてもらおうかな。何があるか見せてくれ。売り物を見せ。いる。あ、これはいるね。あ、さらに上がるか。10。鋼上がるね。22。これいらない。これもいらない。ああ、石弓が装備できるようになったね。これで。27。グベンデル。ああ、めっちゃ。上がるね。高いんだよ。800でしょ。いや、制作もね、そんなね、作れるっていう。だよね、腕がね、そんなに良くないと作れないからね。とりあえず、修理して。じゃあな。ちょっと装備変えとこうか。まあ何かとありそうだしね、こっから。鋼上がるね。アドレナリン、クリティカルボーナス、出血、凍結、まあ、攻撃力が。上がるか。ちょっと攻撃力に振ってみるか。ってことは若い女ってことはシリがどうなるかだね。見て、子供よ。あれ？いや、ゴドリングだ。彼は知ってる。ジョニーだ。マジか、ここでジョニーに会うの？なんてこった。戻ってきたのか？探してた女の子も見つかったんだな。ジョニーだ。前も会ったけど一方的だったしな。こっちに背を向けて走ってる姿を見ただけだ。ちなみにその時、俺は朝の楽しみよ。いや、話せば長くなる。私はシリよ。はじめまして。元気か、ジョニー。健康そのものだし、まあまあかな。今日はどうしたんだ？そうだね、山頂へ行く道を探してる。山頂まで行きたい。どうすればいい？やめておけと言いたいが、どうせ無駄なんだろ。この子もお前と同じぐらい頑固そうだもんな。私が上かも。よくわかった。山頂への道はあそこの門が入り口さ。でも門の鍵はセクラばあさんしか持ってない。鍵は絶対に手に入らないし、諦めて戻った方がいいぞ。なぜ、そうだね、なんで手に入らないの？どうして鍵が手に入らないと？はあ、子供よりひどい質問攻めだな。山頂まで行けるのは3人だけ。
しかも頑丈な若い男と綺麗な乙女だけだ。鍵を受け取って門を開けて貴婦人たちに会いに行く。私なら行けそうね。おっさんはダメだ。いいとこなんてないだろ。失われた声は見つけられるぞ。なら理性の声を取り戻すんだな。引き返せって言ってるぞ。貴婦人たちはごまかせない。ああでも確かによう見てたもんな。妖婆を訪ねてきた結構いなかったか。イムレリスというエルフを探してる。妖婆に招かれたかもしれない。甲冑を着込んだ大男か。そいつなら今頃は無事山頂に着いてるな。見たの。最初は沼地で見かけた。凍った水の上を馬で進んでいった。それから昨日だ、この道を登っていったよ。なるほどね。なんで探してるんだ。友達を殺されたの。復讐なんてやめときな。あいつの前なら貴婦人たちも頭を下げそうだ。やってみる価値はある。頂上まで行きたい、それだけだ。セクラを説得するしかないな。目が見えないが、ごまかすことはできないぞ。簡単にはいかなそうね。ばあさんはあっちだ、テントの中にいる。月があればまた会えるかもな。そう願うよ。月があればな。んじゃ、ちょっとばあさんに会いに行くか。お、証人か。いらっしゃい。品物を見て、多分そんないいものないだろうけどね。ねえな。予想以上にね、買ったな。この先か。晴れてきた。誰だい。さあ。こっちへおいで、もっと近くに。ああ、どんな子だね。腰が細く目が輝いてる、美しい少女です。男は知ってるのかい。答えなくていい、もうわかった。あんたは選ばれた。今夜貴婦人たちに会えるよ。シリどう思う。シリ最高。貴婦人たちに会えるなんて。連れも一緒に行かせて。ふんふん。子猫ちゃんは何を連れてきたんだい。白髪で筋張った男、蛇のような目、傷跡があります。あらまあ、古き血と死肉の匂いがするよ。年老いて勢力もなさそうだ。あんたはダメだ。女の子を一人で行かせな。一人か。ああ、この子について文句言わせない。外見で何が分かる。これについて資格ある。俺にも資格はある、そうなのかい。どんな若者より生命力にあふれてる。臭いのは怪物を殺すから。邪魔するものは人でもね。勘違いだったかね。まだ勢力も残ってそうだ。古の慣習に従ってお前を選ぶこともできる。でも試練に打ち勝ってからだ。ほう、その試練を受けよう。その試練を受けよう。こっちだよ。試練ね。どうせ無茶苦茶なことさせるんだろうな、この時代の試練は。ん？これをご覧。昔のコインだ。裏側にファルカが焼き付けてあるから、反逆者のオレンと呼ばれてる。やっぱりか。なるほどね。さあコインを取っておいで。はあ、わかったよ。ウィッチャーの感覚使って、待て、あとラウナいるか。水中戦はね。
てかどこまでコイン行った？どっか行ったのレベルではないな。あ、はいはいはい。そうだね。まずは、そしたら。どこだったっけ？シャチシャチシャチ。ペトリ、マリボウ、ライコウ、ドラウナ。あら、上だったっけ？あった。そうだね、この時ね、特に何かできるってわけじゃないからね。よし、取った。ああ、マックスライフか、そうね、呼吸のところからって感じか。これで OK。最高だな。ほう。ほんとね、最高やったね。まあ、これで綺麗になれたんじゃないかな。汚れも落とせてね、獣臭いのも抜けるだろう。遅くて心配したわよ。何かが近づいてるよ。はい、持ってきたぞ、セクロばあちゃん。戻ってきた。何のよ。さあ、湖の底からコイン取ってきた。ヘドロの匂いがするね。仕方ないだろう。それで約束は守ってくれるんだろうな。もちろんさ。中にいる門番にそのコインを見せなさい。そうすればわかる。マリカが門を開けてくれるでしょう。さあ、行きなさい。それが証拠になるわけか。洞窟で水に潜ってないから言えるんだ。文句言わないで。ウィッチャーが潜るにしては綺麗な水だったでしょ。そうだな。ズーグルを追ってた時に比べれば。さあ、全てを知る魔女。最初は4人いたという。4人いたんだ、森の貴婦人。はあ。1人はなかったわけやね。さあ、マリカ、連れて行ってくれ。さあ、頂上まで。ただちょっとこの辺りにしましょうか。結構霧がいいんで時間も来ましたしね、いい感じに。禁じられた秘宝、まあいいや。はい、ということで今回はここまでにしたいなと思います。まあ次回はこの山頂を攻略していこうかな、ハゲ山ね。ということで、次回をお楽しみにしておいてください。ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録高評価もよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあまたな。